ISF に求めたのは、ドライビングのあらゆるシーンで楽しさが瞬時に感じられる瞬間という新しい価値とダイレクト感へのこだわり、そのために幾多の車が作られ検証された。 ISF を作った車たちである。ISF コンセプトモデル、それは車本来の楽しさの実現のために最初に作った車であった。どんな車だったら一緒に遊んでくれるんだろうかっていうのをよく考えたいって言って作ってみたんですよ。でやっぱ格好も重要なんで、格好からきちっと全部作って、その先入変な先入観を持たずに全てがきちっと見れる車を最初に作ってみたかったっていうのが、この車を最初に作ったコンセプトですね。IS300 に GT レース仕様の 5.2 リットル V8 という巨大なエンジンを搭載。フロント周りはカーボンで作り直され、前後バランスのためにバッテリーも後方に移されるなど、トルクを生かしダイレクト感を重視するという ISF のコンセプトはこの時すでに固まっていたといえる。このボディの中にこれを詰め込むのは大変だったですね。例えばボネットもドーンと盛り上がってますけど、こう力こぶを上げた時にグッと盛り上がってくるように作ってます。プロジェクト実現のために矢口が行ったのは、言葉で説明することではなく完成した車に乗せることであった。乗ってもらうとまず面白い。結局皆さんハンドル握っちゃうと加速したり音がしたりっていうところで楽しんで、降りてくるときにニコニコして降りてくる。もうこのニコニコして降りてくるっていうのが私の一番の狙いでしたから、もうここでだいぶコンセプトは理解してもらえたなっていう感じはしました。要は一人の思いだけでは車はスタートすることはできても完成することはできないですから、そういう人たちがいっぱいいてみんなが考えてくれるんで、だからこの車はそのみんなが楽しいという思いをどうやって凝縮するかっていうのが、もう最初のそのチームのスタートとして凝縮された車じゃないかなと思ってます。 ISF プロトタイプ、特徴的なマスキングを施され、ほぼ完成形に近づいたこの車で行われたのは、レスポンス、サウンド、伸び感という楽しさの3要素を世界中のステージで磨き上げていくことであった。この車は海外なんかでスクープ写真がよく載ってた車そのものなんですけども、このマスキングもわざわざ型紙屋さんを技術部に呼んできちっとしたものを作ってほしいと。要は車速も上がってきますので、250キロ270キロを超えた車速で走ることになりますので、これを作ってます。テールパイプもだいぶ雑誌で評判になったみたいに変な格好で出てますから、こういう車は抜き去られた時にどういう車に抜き去られたっていうのが分かってほしいなっていうのがあって、でリアだけ見た時に印象的なポイントを一つ作りたかったっていうのがあります。誰もやってない配置っていうのと、それから低配圧をやる時にできるだけそのマフラーの断面の中で効率的にパイプの配置を作りたかったっていうのも両方合わせて斜めに配置した台形配置のパイプっていうのを作ってます。普通の開発ですと、そのアメリカ仕様ですとか日本仕様ですとかヨーロッパ仕様ですとかっていう車があるんですけど、この車は世界中足回りが全く一緒ですので、この車1台が日本のサーキットを走ってますし、アメリカのサーキットも走ってますし、ヨーロッパのサーキットも走ってる。実際に1台の車が世界中のサーキットを走って確認をしてます。この車で世界中をやっぱ走って、で最初のコンセプトカーではできなかったその伸び感のところとレスポンスのところが、やっとこう自分たちのやりたい車が出来上がってきたかなっていうところがあって、だからみんなが降りてくるときにきっとニコニコして降りてきてくれるんじゃないかなっていうのが我々の自信となってまとめられた車がこの車だと思います。かつてレーシングカーに乗ったとき、その卓越した操縦性、安定性、ダイレクト感に感動した矢口は、その鮮烈な印象を全てのスタッフと共有するために特別な1台を作った。これは全くのレーシングカーですから、本当にレースに出れる状態の車を作ったわけですけど、レーシングカーってこんなに乗りやすくて面白いもんなんだな、僕らが乗っても車の動き
僕らがやりたいそのレスポンスにつながるところっていうのがこんなにあのイージーで、で楽しくて、で安心してられるんだっていうのがありまして、それをやっぱりこの車を開発していく中で開発していくメンバーに体感をしてほしいなっていうのがありました。ですからいつでも乗れる車を1台作っておきたかったんですね。空力的に必要だという部分と、やはりISF を開発しているメンバーが乗りますから、 ISF の要素をしっかり入れたい。そのリアのウイングのところに F のモチーフがカーボンでちゃんと浮き出るようになってたりとかっていうところをやりながら、だからこの車が自分たちのレーシングカーであるっていうことをみんなが思えるようなものにしていきたいっていうところと、レースカーとしての要素を入れた、この2つがこの衣装になっています。本当にタイムを削るためだけじゃなくて、レースカーというその極限のものを遊びで乗ってみるというのが一つの F のコンセプトに近いところになるんじゃないかなと思います。最初は私の思いから始まりましたけど、開発に関わったメンバー、それは製造も含めてみんなが少しずつこだわりを積み重ねていってくれた結果だと思います。ですから今現時点でのベストな車ができたと思います。ただ元々のレクサスのポリシーが飽くなき完璧への追求ですから、ただ我々はこれをもっと進化し続けて、どんどんいい車を皆さんに提供していきたいというふうに強く思っています。